皆さんこんばんは。それでは続き、ミッション8です。今気にすることじゃねえか。いいタイミングだ。相棒らしくなってきたな。キモ、くどいてきやがった。お断りだ。乗りな。やばかった。逃がさねえってか。誰が逃げるかよ。ぶちのめしてやるぜ。さて、待ってろデカブツ、引きずり下ろしてやるからよ。なんだこりゃ、ひでえありさまだ。投げれば反撃モードにならないので、空中投げでまずは1回減らします。ここでフューリーが出てきます。姿を消して襲ってくる忍者みたいな敵でネロが得点するんですよ。ほら、このように連続攻撃の途中でも消えて抜け出します。今のはストリーク出すのが早すぎました。失敗すると痛いんですよ。ここにこうして出てくるから大角度が作ってたんだ。これでこの面ではもうフューリーは出てきません。相手にならねえよ。決まった、乗ってきたぜ。乗ってみるか。
まみれだ、クソ。シャワーくらい用意しとけ。ここは早めに飛べば戦闘を回避できます。決まった。乗ってきたぜ。決まった。降りろってか。わかったよ。バファメットです。魔法使いタイプは2種類いるんですが、こっちは弱い方で氷の魔法しか使えませんし、バリアもすぐに壊れるのでファイヤーも十分効きます。バファメットはもう1体いるんですが、先にプロトアンジェルを攻撃します。こいつは前回のミッションの最後に入れてきたやつで、とにかく硬いんです。最後に1回目してドビュートリガーを発動されるとさらに硬くなってしまうので、先に HP を減らしておきたいんです。バファメットにターゲット取られて非常に邪魔ではあるんですけどね。プロトアンジェルの倒し方ですが、こいつは剣でガードしてこっちの攻撃を弾いてきます。弾かれると隙ができてしまうんですが、構わず攻撃しまくります。ドビルトリガー発動しましたね。こうなるともうバファメットを説得必要はなくなるので、バファメットから倒します。そしてこいつですが、わざとこっちの攻撃を弾かせます。一見隙に見えますが、実はジャンプが可能なのですぐ蹴ります。そしてすぐに急降下式のスプリットを出すとバリーが取れるので、取ったらストリークで突進してダウンさせ追い打ちをかけるわけです。これは投げる瞬間だけ魔人化してます。投げのダメージ計算は投げた瞬間の状態で決まるので、投げる瞬間だけ魔人化、モーション中に解除とやるとダメージやで節約できるんです。これでプロトアンジェルも怖い敵ではありません。時間かかるだけ。またかよ。今度はどこ行きだ。これは時空心臓です。ニコさんの代わりにショップが使えるものです。決まった。乗ってきたぜ。おいおい、まだやる気かよ。ここも戦う必要はありません。敵を踏み台にすればスルーして進めます。決まった。
直通エレベーターはなしか、ヘボ設計め。ここで最後の強制戦闘、バファメットが3体も出ます。邪魔すんな、ザコが。ノーガリンは1体いるので、そいつの方が問題です。ここのノーバでは最後の1体にしても DP 発動しないみたいなんですよ。こいつがね、まだ安定した倒し方が見つからないので、あまり接近したくないんだけど。あの目玉は爆弾なんですね。あれがあるから近づくと危険なんです。こいつはつけてる仮面で攻撃パターンが変わり、カメレオンみたいな仮面の時だけ目玉爆弾を出してきます。こいつ仲間も呼ぶんですね。これは知らなかった。ほんとだけんなよって感じです。一応大爆としてワイヤーで釣れないのを逆に利用して、釣れない敵にワイヤーを打つとネロの方が敵に引き寄せられるんですが、この敵わずかに空中にいるんですが、これを利用してワイヤーアイゾン、ベイラインの急降下突進に連打すると、ノーバリーの攻撃を加減しながら一方的に攻撃することができます。ただ完全ではなくて攻撃の合間を抜けられたりもしますし、目玉爆弾を出されると食らうこともあります。燃え尽きろ！邪魔だ！目障りだ！フィニッシュ！そこだ！やれやれ、数増やして無駄に難易度上げてしまった。あとはボスまで戦闘はありません。景色をお楽しみください。乗ってきたぜ。決まった。乗ってきたぜ。決まった。
さて、戻ってきたぜ。借りを返さ、ここにも電話使えんのかよ。さすがにここまでは来れねえよな。は、誰に言ってるんだ。準備は入念にな。決まった。気づいてると思いますけど、プロローグの時と同じ道です。王様気取りか。見てやがれ。寂しかったか、ゴミ野郎。ダンテはいねえのか。干からびたにしても死体はあるだろう。わざわざ死にに来たか。喋れんの。ユリゼンだっけ。親に嫌われたんだな。ひってえ名前だ。俺に名前などない。俺は絶対的な力そのものだ。七子野郎か。墓にそう刻んでやるよ。愚かな人間め、もがき死ぬがいい。もう足手まといじゃねえぜ。一回負けてるくせに偉そうに。どこまでも命を無駄にしたいようだな、小僧。負けっぱなしは趣味じゃねえ。前と同じだと思うなよ。プロローグの時と同じくバリアを壊します。今回も無形イベント扱いなんですが、バリアを壊すまでにいる必要があります。襲撃だけでは時間かかるので、少しは剣でも攻撃します。このバリア壊し時のコツですが、ターゲットロックを使わない方が受けやすいです。タゲロックしてると横プラス回避ボタンがローリングになるので、レーザーを避けにくくなるんです。この戦闘ではタゲロックしなくても襲撃は自動でプリスタリに飛ぶので、ノーロックで構いません。
やっと一発入れてやったぜ。人間ごときが悪魔の力すら持たぬ分際でよくもやってくれたな。チリアクタのごとき貴様がこの俺に傷をつけるとは。なんだ。貴様に後悔させてやる。人という無力な存在に生まれたことをな。貴様に真の悪夢とは何かを教えてやろう。その悪夢の中で絶望を抱き、そして死ね。貴様も散り込む。力を見せてやる。第二形態になります。ここは負けイベント扱いなので倒す必要はありません。逃げ場などない。もちろんプラローグと同じく倒すことも可能です。エンディングは一緒です。問題なのはこの面でエスランクするにはここでこいつを倒さないといけないんです。攻撃避けにくいしバリアもあるしで、プロローグよりずっと大変です。そこだ。存在よ。人間などに生まれ落ちたことを恨むがいい。貴様何者だ。リトライもしてるので評価は低いです。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。